取ってきてくれたから。あ、そうね。あれぐらいしか取れず。<laughs> いや十分です。<laughs> ただただラジオを撮ってるだけの映像でしたけどね。<laughs> 意味ないんちゃうかっていう。まあたまには顔見せとかないとね。うんうん。うん、いやいいと思います。はいはいありがとうございます。はい。はいやうちもね実はあの、うん、エヴァンゲリオンあのー。うん はい、エヴァンゲリアの話そのいや違うんですよあのちょっと聞いててね昨日うちょっとあのさっぱりやったものでうちはああよくわかんないそうちさっぱりやったから、えー、もう二人の話に入っていかれへんからその二、うん、人がそのエヴァの話を率先してやってくれてああ うち,うちは無理やからよか,よかったありがとうと思うって聞いててんけど、はい、いやいやもううちと同じぐらいのレベルでどういう全然分かってないやんいやそうどういう,どう,いう多分なんか最近その新映版を見た見たから,たからなるほどね見たからなんかエヴァの話したいけどわかんねえっていう話 <laughs> う安心したわうちと同レベルでなんかもう全然分かってなさそうで、うん、どうかなでも漫画版読んでるからあそっかなんかある程度はうちよりはまあ分かってるかうーんと思うけどうんまあちょっとエヴァの話はやめて、うん のでと私はこの間ね無菌、はい、ギグのプレゼン配信がありましてありましたうちスタジオやったから参加できないって話をラジオでもしてたからさ、うんあのー、ちょっと不安やったんですけど、うん、ほんまにねマジで開始1分以内に買ってくれた方がいましてうん、うん、私、あのー、ライブハウスで多分た 会ったことはあるんだろうけど、ちょっとまだこの方かなっていう認識がちょっと甘い状態で、うん、あの、どうやら露将軍の時に塩タブレットを差し入れしてくれた方が買ってくれたんです。で、うん、あのその方からねメッセージとリクエストが届いたんですけど。 バサゴレイディオを聞いて決心しましたみたいな感じでね。うん、へえ、まあ。多分んおおむねうちの,あのまた最後最後最後詐欺にこれ逃したらもうないんじゃないかっていう気持ちもあって買う気持ちにこう至,ったら至ってくれたらしくてで,ですね,ねイヤホマラジオ撮っといてよかったなと改めて思いました。ややっっぱぱりり伝わるからね直接 声で訴えかかけるのがよかったですす、うん、ありがとうございまてことでもう早速ね絶賛作曲を毎日やってるところなんですけどもね、はい、今日も私朝の朝の4時半に起きてね早起き <laughs> 早起きおばあちゃんや <laughs> 4時半に起きてね9時からカラオケ行ってね、うん、なんかね最近あの3時間パックで日々やってんねんけどちょうどいいんよね、うん、やっぱり今まで 今までの無菌ってやっぱ1週間で3曲だとか1か月で5曲とかその切羽詰まるっていう前提やから一日バカみたいにこもってたけどやっぱね3時間集中するっていうかもうちょうどいいなっていうさ人って多分そうなのよ。そうねうん集中する時間。そう。もう何時間もダラ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 やってもまた前みたいにあの情緒不安定なラジオを撮る羽目になるから、うん、今回はなんか大丈夫そうです情緒不安定にはならならさそうです。うん たはい、ちょっと今回いただいたリクエストがですねあの作曲のリクエストがねかなりちょっともうかなり深く濃く重たいと言いますかあんまり私があの書いたことのないようなあのテーマが届きまして、うん、これはおいおい本番に向けて本番もあ言うと思うんですけどちょっとね楽しみにしてくださいはい。はい ありがとうござほんであとねそうそうそうたくさんちょっと話したいことがあるんですけどね <laughs> まずその無菌の感謝を述べさせてもらって <laughs> うんうん、うん、どうぞどうぞで、はい、あちなみに本番は9月25日にあるんでぜひ皆さん見てくださいねはいはいであのー、6月26日ついに東京のツアーが始まりますね私たち東京のというか東名藩のツアー26日からですね えー、リサボルト林とマイベストテープとボイラーレクガメとスリーマンがありますはい、うんはい、で私いつやったっけな昨日かうち昨日なのかあ違うおとといおとといかおとといあれおとれ <laughs> 時,時の流れって早いねンさん <laughs> 時の流れって早いね,早いねっていう話ね、うん、昨日やと思ったも昨とおとといやったわ<ー>おとといに池袋アダムに私ライブを見に行ったんですよあ、うんうん、で えーとサーカス戦の「プッケ、はいうん」昨日のラジオで出てた山田裕道の新バンドのお披露目ライブ 2>、うんうん、で、えー、2番手で出てたのが「マイベストテープ」うん、まあ見てきたわけなんですけどねいややっぱね間違いなかったですわ今回のこの選抜メンツ、うん、ちょっともう改めて思ったこれどう伝えようみんなに。 なんかまあマイベストテープ確かにもう毎回ライブ素晴らしいじゃないですか、うん、熱量と、ねうん、全員の熱量がさガッと、うん、あのグルーブ感他になかなかない厚さやと思うんやけど、うん、結構見慣れちゃってたなあと思って今までバ板<ー>をずっと何回も何回もバ板してたじゃないですか案外ね。うん、だから マイベストテープあまたマイベストテープよし来た来たっていう感じで対話の時ってちょっとなんか対話の時にライブ見る目ってちょっと違うかったりするやん、うん、自分たちもライブして、うん、お互い同士というか仲間っていう目線で見るけど、ねうん、昨日はうち多分初めてお客さんお,おとといはお客さんとして見に行ったから、うん、すっごいあのもうゼロの目線でリセットして見たんやけど、うん、やっぱり。 ちょっと別格その何というかな別に他のバンドがどうとかじゃなくてうちが最近結構いろんなライブを見てきたんやけど、うん、あの初見のバンドも最近結構ライブ行ってるからたくさん見たし、うん、でもなんかやっぱりね何というかなグッとくるものとかその表情一つ一つとかさ音の感じとか、うん、あのメンバーの。 バランス感とかさなんかいろんなもの全部見えるじゃない、うん、ライブってうん、うん、なんかグッと来る瞬間ってもう死んだ <laughs> <laughs> グッと来すぎて死んだじゃグッと来る瞬間って、うん その自分にしか分からんやんその、うんまあ、なんていうのお、うん、客さんも感じてると思うんやけどさ、うん、グッとくる瞬間、うん、いや最近やとちょっとほんまにワイベストテープおとついのやっぱりちょっと別格やなと思っちゃってもうめんちょっちゃ絶賛しちゃってるけど絶賛してるね、うん、絶賛してるねいやなんかやっぱなんなんやろうなでねうち思ったのよボイラーリクガメってまあ なんというか、ジャンルで言うと、ちょっとよくわかんない変なバンドに、ちょっと認定され、うん、されがちですけど、うん、で、マイベストテープってさ、超青春パンクやん。まあまあね、青春パンクは好きですかって、うん、ライブで2、3回言うやんか。うん、で、それぐらい青春パンクやん。うん、なんか、ジャンルで言ったら多分、全然違うやん。うん、やけど、その、めっちゃ相性いいと思うのよ。 うん、なんでなんかなっていうのもすごいね帰り道考えたりしててね、うんうん、なんでやろうな分からんね、うん、結局それ音楽を放つ人間なんでしょうね <laughs> まあまあそうね、うん、人間の相性がいいとや,、うん、やっぱ音楽大丈夫いいんかなっていう、うん、それはちょっと分かんないですけどそれはそうなのかはちょっと定かではないんですけど、うん、マイベストテープに関してはそうやなって言える、うん、なんで定かではないかというと 覚えてるジャイブスってバンドいたの、うん、ジャイブスとボイラーってさ全くジャンルちゃうやん、うん、でも音楽好きやんうちらうん、うん、で人間も相性いいというかすごい仲良いじゃないですか、うん、でもジャイブスさん言ってましたよねうん、うん、ボイラーリュクガメの人間は好きやけど音楽は別に好きじゃない <laughs> 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 そういうこともあるのよそういうこともあるんですよまあそれはそうでしょうね でもマイルドテープなんでこんなにもろに方向性が違うのに合うんかなってでもやっぱりボイラーの中にもさ熱い情熱があるっていうのを彼らがなんかうちらをこのシュールの中にいるような私たちを情熱で引き上げてくれるような感じがしたのねすごい。なるほどねそう,なそうでもないと多分とことんシュールにもい,いっちゃえるし私たちは。うん でも何かきっかけとか何かそのその信用、うん、そのさらけ出したいと思う出来事がある時にボイラーって熱いライブをするって思うのよそう、ね、例えばビッチフェスのビッチの後ととか、うん、ビッチへの思いとか溢れるとやっぱ熱くなるしワンマンとかカメフェスとか過去をさ振り返りながら10年間あったなとか、うん、そういう気持ちの時は熱くなっちゃうし。そそううだから なんかそういう気持ちをやっぱりライブを見てるだけでマイベストは思い出させてくれるというかうちらも「そうやねん」っていう「うん、そうそれで」っていう気持ちにさせてくれるっていうできっとリサ・ボルト林もそうだからうん、うん、このスリーマンは多分ねうちらすごい熱くなっちゃうんじゃないかなって、うん、確かにね音楽的に言うとバラバラやけど気持ちは確かに通い合えるというか、うんうんうね、むしろ気持ちだけなのじゃないかな、うん、とすら思う。 うんうん、だからそうねやっぱり人のライブたくさん見てあうちもっとこういうふうに、うん、っていう気持ちにもなったから、うん、今後のライブがすごい楽しみです、うん、楽しみですね、うん、まずは9月18日、はい、この日ツーマンやからね言ってるそばからもう,しもうシュールの嵐のシ <laughs> ャブウッドと対イバやないかツーマンで。<laughs> <laughs> 怖いけどなそういう意味で言うと、うん、そういう意味で怖いし人間的に本当によく分かんないからえよく分かんないよただただいい人だったけどねそれも怖いもんと、うんうん、いうことではい18日はダブルヘッダーですからね私たちそうコーリングもこの日はあの意気込み的には本当に本当に皆様に不快感を与えないように あの分かりやすくですね <laughs> もう分かりやす,すぎるぐらい分かりやすいライブをオイラーがしてみたらどうなるんだろうっていうようなライブをしたいと思いますので,う、うん、ですね初見さんこそ見てほしいねこれは。うん、まあそうね、うん。迷ってる人どっち行こうか迷ってる人 見てほしい。逆に、初見さんじゃない人からすると、初見ぐらい違うバンドに見えるかもしれない。それええんかな。ぐらい、分かりやすく今回ね、いきたいと思うよ。はい。はい。そうですね。ものは試しですから。はい。やっていきましょう。はい。はい。よろしくお願いします。はい。今日はそんなもんで。はい。えナはい。朝コラさん。わざわざさっさっさ。ほな朝コラさん。